はい、して手応えでーす。手応えでーす。こんにちは、暑いですね。ちょっとね、中休みみたいなもんで歌歌わせてもらいますんで、よろしくお願いしたいと思います。じゃあ早速歌いたいと思います。どうぞー。知ってて答えが、ここは昭和か大正か、やってきましたおっさん軍団、古代広告見逃さないぞ。これが正義の捨てて答え、市民の味方さ捨てて答え、悪い奴らはぶったいる、正義の味方さ捨てて答え、捨てて答えが、これは夢か幻か、時代を超えておじさん軍団、商売見逃さないぞ。これが正義の捨てて答え、市民の味方さ捨てて答え、悪い奴らはぶったいる、正義の味方さ捨てて答え。エロッコ祭りメインステージお集まりの皆様、暑いですが少しだけお手を拝借いただけたらありがとうございます。ちゃんそこゆっくりちゃん、少し厚着じゃないですか。ああ街を歩けばあったかいだから、みんなで行こうよ、捨てて答え。暴走をするけど、悪い言葉も使うけど、年を食ってるから許してね。全てはみんなの笑顔のために、捨てて答え、市民の味方さ捨てて答え、悪い奴らはぶった切る、正義の味方さ捨てて答え。捨てて答え、市民の味方さ捨てて答え、悪い奴らはぶった切る、正義の味方さ捨てて答え。捨てて答えが、男祭りやるがな。ということで、捨てて答え頑張っております。暑いですね。暑いな。暑い。みんな水分取ってくださいよ、しっかり。ちょっとみんなにね、覚えてほしい人がいます。これちょっと床抜けそうなね、大きな人いるでしょう。実は元二子山部屋の関脇若翔陽さんでございます。関脇してます。若鷹、若鷹の兄弟子でね、若鷹が現役の頃に部屋付きの親方しとてね、もうやってました。はい、そんな人がね、町おこしに来てます。はい、でこっち恵比寿岡純一君言うんですけど、実はボクシングの世界ランカーでね、タイトルマッチもやったんですよ。はい、それ勝ってたら文化人今捨てて答えでございます。ということは負けたいうことでね、残念なことでございます。で僕山石隊長って言いましてね、ちょっとこれ覚えておいてください。毎週水曜日のね、夜11時55分からね、サンテレビでお化け屋敷巡礼っていう番組がありましてね、日本中のお化け屋敷をね、僕回るお化け屋敷研究家評論家の山石先生ということでね、今テレビ出ております。今月はね、雛形あきこちゃん、めちゃイケ出てたね、雛形あきこちゃんと一緒にお化け屋敷回っておりますんでね、ちょっと待って、ここお年寄り多いから夜11時55分多分寝てはるぞ。そんなことない。そんなことない。朝の4時頃起きて、そうやで、朝4時頃起きてるでしょ。ほら、もう墓が大丈夫です。そんなことないです。みんな見てくれますよ。せやな、はい、ちょっとみんな元気ないから、ちょっと一緒に体を動かしましょう。はい、男祭りやし。じゃあ行きます。
何も腕組んで、わしはそんなもん乗らんぞみたいな感じ。楽しみましょう。ということで次の歌行ってみたいと思います。どうぞ。神様はきっと見てるはず。今日までの君の頑張りを、でも誰よりも君は知ってるだろう。が夢中で走できたこの道のりを、だから自分信じて行け。 That's alright、 君は大丈夫。目指すあの場所へ全力で向かって行け。努力満タン OK。気持ちに敵はいない。僕はここから叫ぶよ、君の未来に幸あれ。自分信じて行け。 That's alright、 君は大丈夫。目指すあの場所へ全力あって行け。努力満タン OK。 絶対カツ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 、きっとカツ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 、絶対カツ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 。風になれ、叫べ、空っぽになるまで。土曜日の昼下がり、二人で出かけた。出会った時と変わらぬ同じ服を着て、バイクにまたがり、青い空と海が流れ、しがみつくお前の髪流れた。爆音と風の合間で、いつだったか俺に言ったな、お前可愛い女の子がいいかな。あれはお前の逆プロポーズなのか。走れ風になれ、叫べ空っぽになる。
下がり赤い夕焼けバッグに並んでいる写真潮風熱風水際には一争いがる俺の胸弾けた爆音と風の合間で今日は俺にカッコつけさせてくれ俺は女の子がいいかなこれが俺のマジプロポーズなのさ走れ風になれ叫べ空っぽになるまで走れ風になれ叫べ空っぽになるまで皆さんもね、一緒になって踊っていただいて。はい。